今年南城市にオープンしたコストコや全国展開するスーパーロピアなどが相次いで沖縄に進出し、小売業の競争が激しくなっています。そうした一方で、うるま市石川には品数の豊富さから地元の人たちにないものはないと言われ支持されるホームセンターがあります。店の成り立ちやこだわりを取材しました。松本記者のリポートです。うるま市石川、白い横長の建物が見えます。田畑、ホームセンター田畑です。うるま市石川、国道沿いに店舗を構えるホームセンター田畑です。木材や金物、日用雑貨が並ぶ店内。さらに農家から直接届く新鮮な野菜を求めて多くの人でにぎわっています。品揃えがいっぱいあるので、なんか買い物ついでにあそこも見て、また買っていくっていう。やっぱり野菜が豊富だからですね。そう、地元の、ね、新鮮野菜が、ね、なんかお手頃な価格で買えるので、外国産とかを送って、なかなか普通のスーパーにないものとかも取り揃えられているので、子供連れてきてもいろいろね、子供が、ね、好きなお菓子とかもありますし、家でいろいろ見れるので。多種多様な商品の数々。ホームセンター田畑の魅力は何といってもその品数です。今日は普通のお菓子、普通にないものを買って帰る。こっちに入ってきたら買って帰らないといけないというのがないものはない。1階にはホームセンターならではの DIY 商品や日用雑貨に食品、2階には衣類やスポーツ用品、アウトドアグッズ、家電など10万点もの商品が所狭しと並んでいます。家電コーナーの隣には大太鼓に締め太鼓、さらにエーサー用の布も手芸コーナーに準備しているということです。地元の人にないものはないと言われるさすが田畑です。ここは靴屋なのか。色やサイズごとにびっしりと並んだ島ぞうり、一体何匹分になるのか。ペットフードもご覧の通り、猫の餌だけで数百種類はあるのではないでしょうか。コオロギです。コオロギ、これ猿の餌です。猿の餌、あ、猿飼われてるの、はい、ご自宅で、はい、他にも売ってるんですけど、うん、こっちが安くて。あ、ホームセンター田畑の社長、田畑高春さんに店作りのこだわりを聞きました。でもやっぱり地域密着型と考えたときには品揃えというのを一番重要視しないといかんだろうということでやって。田畑社長が店を開いたのは今から40年前。現在の店舗から少し離れた場所で、広さは40坪ほどの小さな店からのスタートでした。最初はもう何にもなくて、陳列棚もないし、みんな古いのを集めてきてやってね、雑貨や日用品を県外から仕入れ、当時は珍しいディスカウントストアという形で営業していました。ディスカウントの商品だければお客さん満足できないと、品揃えを重要するためにいろいろ商品を問屋さん回ってお願いして、最初はもうその時までは専門店の時代ですから、石川も市場が結構あったしね、できるだけお客さんに品ぞれを、商品を交代用という形で。お客さんの欲しいに応えるため、那覇に仕入れに出かけ、仕入れた値段のまま販売したこともあったそう。最初はね、あんまり信用がなくてですね、何でもやですから逆に。でももう、とりあえず頑張って、できるだけ時間も12時までやろうと。コンビニなどはない時代、日曜日はほとんどの店が休む中、年中無休で営業しました。おかげさんでお客さんもちょこちょこ来てもらって、それから徐々に徐々に、認知されてきたんですけど。石川の人たちの欲しいに応えようと商品を仕入れ、店舗が手狭になると市内で2度移転して現在の場所に。
この店舗も増築を重ね、今の広さになっています。店の一角には、生地から手作りするピザやタコスをテイクアウトできるパーラーと、ヤギ汁や豆腐チャンプルーが美味しいと評判の食堂石川の駅があります。田畑社長の妻、清子さんが切り盛りしています。田畑社長はこれから園芸コーナーの増築を計画中です。いろいろあるよ、たくさん、何でも。それは朝取ってからサラダして食べる。小さいのはまだ取ってますか？柿よ、すごいですね、見るのが楽しい。大変ね、転んで腰痛くて。かわいい。近隣もね、金物店あるんですよ。で、金物店あるんだけども、向こうで買おうとしたら、ないからということで、たばっていってくださいって、こっち殺されるで、こっちで大体あるから。お客さんが来て、店が閉まってるとか、また商品がないとかなった時の、商売人としたらね、まあ、みんな同じだと思うんですけど、もう一番も自分なりに考えてしまうんですね。創業当時と比べて、県内には商業施設や大型店が増え、インターネットを介して欲しいものが自宅に届く時代。店を経営する環境が変化しても、田畑社長の信念は変わりません。今のままでできるだけ品揃えでもやるしかないだろう。まあ、どこまでできるか分かりませんけど、お客さんの欲しいに応えたいという気持ちが地元の人たちに愛されるホームセンター田畑の魅